ございます。220日目の朝です。おはよう。ここはヘッドルーム、ちゃんとこういう風にケージを入れる場所がいくつもあるんです。で、今朝4時半過ぎかな。もうすぐ奄美に着きます。はい、はい、降りますよ。僕の車飛び抜けて汚いな、火山灰で。マルコは出たいかな、もうすぐにでも。よし、勝手に前に行っちゃって船だけが方向としてますね。よいしょ。今9時ちょっと前です。5時に到着してから、この港のそばでちょっと仮眠をとってました。よし、イオンでパンとパンケーキの素買って、あとお米多分かけろま渡る前に買った方が良さそうかなって気がしてるんですけど、まあ、またあのかけろま渡るときはコニーやって町から渡ることになるはずなんですけど、あそこでもお店はいくつかあるんで買えるかな。前来たときはこの坂道でヒーヒー言いました。やっぱり今日は波がありますね。風が結構やっぱり強くて、22度あるですけど肌寒い感じです。トンネル通らず岬周りで今高台にいるんですけど、前僕が何泊したかな、ここ3泊ぐらいした海岸が丸見えです。カヤック出してこの深くなってるところとかで釣りをしても楽しそうな気がする。マルコ、草むらにはハブいるからね、ハブ気をつけてね、あんま入っちゃダメ。エンドって看板が見えるんだ。今日はお休みなのかな。マルコ覚えてる？そうだな、お店は11時からってなってるはずだから。あれ？でもコンテナ閉まってるな。入りたかったね。あれ？でもちゃんとシャモはいるぞ。あ、子供生まれてる。マルコ、ほら、ほら。お、覚えてる？マルコ前吠えてた。こりゃ、ほら、びっくりして逃げちゃったじゃん。ごめんごめんごめん。そっか、子供増えたんだ。で、これから奄美大島の北部の方に行こうと思って、ここが途中大きいスーパーで、春ここで休憩してた時はあの地元の方がわざわざお店に戻ってチュールとか買ってきてくださって、あと僕もお茶をいただいたのを覚えてるんですけど、改めてここで、ま、なんか晩ご飯のお弁当とかでいいかな。サキバルビーチまで来てみました。今日は風がすごい強いです。
よりはこっちの方がこの一歩入っただだいぶ風よけになってくれてるんで、今日はここで車中泊できたらしたいかな。